こんにちは、中井さん。名古屋の方は寒いですか？まだ。もう春になってますかね。最近ね、私も映画をよく見るようになりました。で、私の場合はね、Amazon プライムとか Netflix も見るんですけども、たまにはね、DVD を買うことになるんですよ。DVD はメルカリとかで、300円とか500円で最近は買えるんで、こんな感じでね、昨日、一昨日届いた DVD です。これは何ていう題名かというと、まず一つ目、風に立つライオンっていうね、そういうふうな、どこだろうな、アフリカが、なんですかね、舞台ですかね。時代と国境を越え、受け継がれる命のバトン、名曲から生まれた壮大な感動巨編っていうね、ことがあります。ケニアですね。で、こちらの方は、ルワンダの涙っていうね、ルワンダで起きた、ものすごく悲しいストーリーでございます。これも、アフリカかな。で、もう一つ、ホテルルワンダ、ね、こちらの方もね、本当に重々しい内容なんですよ。全体的にその紛争とかね、内戦とかね、飢餓とか貧困とかってものを扱ったドラマで、本当にこういうことが今ね、現実にこの地上で行われてるっていうことに、私もね、ものすごく胸を痛めるんですよね。で、まずは事実を知ることかなと思いまして、映画を見るようになりました。楽しい映画とかアクションとかも好きなんですけども、私がなんでね、こういう問題に目を向けたかというと、やっぱり YouTube がきっかけで、青年海外協力隊みたいな形で日本からね、いろんな海外支援に出向いてらっしゃる方がいるんですよ。原寛太さんっていう YouTuber さんがそういう活動していて、チャンネル登録者数が大体ね、私と同じぐらいなんですけども、ものすごくね、発信に力があって、この方は日本からアフリカに行ったり来たりしながら暮らしてる20代のまだね、若い方なんですよね。で、それで、すごく重々しい事実の一つとして、なんでね、アフリカでは紛争が絶えないのかってことで、このスマートフォンが原因だってことを私に気づかせてくださったんですよね。このスマートフォンとか電子機器の中には、レアメタルっていう鉱物があって、その原産地が、アフリカに多いらしいんですよ。で、その利権を巡ったりとかして、いろんな企業や国とかが入り混じってですね、そして現地を内戦とか紛争に追いやってるっていう事実らしいんですよ。いや、でも